ここまでですでに23勝を挙げているのが板橋、30勝そのうち 22KO 勝ちというのが左側挑戦者大槻です。さて中村さん、はい、タイプは異なりますが共に強いパンチを持っています。そうですね、事前にクラッシュの60キロのファイターに予想してもらった時には板橋選手有利の予想声が多かったんですよね。まあ、それはこう相性的にやっぱり板橋選手にこう頑丈で連打が効いて前に出てくるタイプっていうのが大槻選手苦手なんじゃないかという予想が多かったので、まあそれが試合でどうなるかっていうところをちょっと僕は注目してみたいなと思いますね。とにかく大槻といえば一発、必ず当たれば倒れるというそのパンチ、これです。右のパンチは板橋も放ってくる。あボディへの右、さらに顔面、もうこの拳空を切っても大歓声が巻き起こります。左ストレートからはボクシングテクニックに定評がある板橋、右小指巻選手、もうガードもほとんど関係ないというふうに大槻、この左肌といる倒れた。いきなりダウンを奪ったのは大槻、チャンピオン倒れた。拳をもうねじ込みましたね。そうですね、さらにハイキックもあります。これが大槻春明、そして右一打一打、それでも板橋も返す。板橋この位置を譲りません。中村さん耐えてますね板橋、そうですね、まあ、板橋選手ダウンしましたけどやっぱタフですからね、その頑丈だというところは確かに大槻も口にしましたからね、はい、左フックからガードを壊すストレート、左アッパー、さらに右、藤井さんは板橋、ここまではこう板橋選手の回転力というのも大槻選手の一発の方が流れ作ってる感じですね。テクニックで板橋という声があったんですが、おー左ダウンを奪われてからこの板橋のファイティングスピリット、これ小指巻選手すごいですね。そうですね、まあ大槻選手はノーガードでパンチを打たせておきながら、何が優れてるかって目のフェイントがすごいですよね大槻選手は。大槻の、はい、ここに行くよって言っておきながら違うところ打ってきたりとか、そういったのは対戦相手に質問ればわからないですよね。それがものすごいですよね、空気感を作るというか、さっきそのもの、そしてクレバーでもあります大槻、キャリアはもう言うまでもありません。左フック遠い位置から今まで何人も犠牲にしてきたという大槻に右から左、板橋もパンチで詰める。いやでも板橋選手も左ストレートいいですよ、いいですね。大槻も小指巻選手これは何か使っていますよね、はい、うん、ちょっと疲れがっていうか、はい、あると思うんですよね。とにかく全身をこれフルパワーで打ち込んでいくのは間違いありませんね大槻、はい、板橋前蹴りからバックブロー、しかし体勢を崩したのは大槻です。すぐ立ち上がります、右から入っていく、飛び込んでいく、浦部弘隆選手ですね、はい、中村さん前チャンピオンですよね、はい、そうですね、やっぱりこの試合の勝者と、まあ、浦部選手っていうのは、まあ、見たいカード低下、まあ、浦部選手も絶対意識してると思うんでね、そうでしょうね、どちらが来てもそんな気持ちもあるでしょう。前チャンピオンどちらになるのか、青いグローブ挑戦者大槻春明、すでに第1ラウンドでダウンを奪っていますが、第2ラウンドは蹴りからこの拳を放ってくる、そこに左ストレート、板橋詰めるボディ打ち、左さらに左膝、左のフック、打ち合いになると大槻だ、チャンピオン2度目のダウン。今も先に板橋選手の方が詰めてパンチ当ててたんですけどね、まず板橋でした。このダメージ小指巻選手板橋どうですか。そうですね、まあ、あると思いますよ多少、
対して目の輝き、鋭さ全く失われていない。左フック、何か岩と岩をぶつけ合うようなファイト。さらに左ボディ、大槻の攻撃です。板橋やっぱり距離を詰めてきますね。そうですね、明らかにもうこれ一つ戦略としてあったんでしょうか、うん、やっぱあの板橋選手もパンチが得意なんで、はい、距離を詰めてパンチで勝負しようと思ってるんですかね。打ち合いでも負けないと、はい、なんかこ飛び込み系とかいう、こう右のスイングフックみたいなやつはやっぱ警戒してるんじゃないですか、距離潰して打ち合うっていうのは。今その右左から今度は板橋、グルーマキ選手膝も届けばというところまで頭が下がりますね、はいはい、板橋の狙いどころ。さらに飛び膝、ローキックを見せた。その後で板橋左、板橋も倒すことができるファイターです。両手で押しての大槻、さらに右。やっぱこの距離を詰めて大槻選手ってのはあの距離を詰められてまっすぐの攻撃ってあまりよくあの好きじゃないんですよね、それを来られると。そこを今チャンピオンがピンポイントで、そうですよね、だから膝とか顔面前蹴りとか、距離を詰めてそういうのを狙っていって、あとはまあ回さないことですよね、はい、逃さないことですよね。大槻今必死にそこは動いています。目の前のカット、さらに膝、板橋の攻撃、大槻が顔面から出血です。中村さん、ちょっとこれ記憶にないような。そうですね、まあ、ラウンド序盤にダウン、しかも2回ダウンしてる選手と思えないですね、板橋選手のこの攻撃は。なんというタフさと、うん、そしてタフなハート、やはりこれがクラッシュのチャンピオン。前に出てくる大槻、打ち合い、大槻でも苦しい、大槻でも板橋選手チャンスですよね。板橋チャンスですね。そうですね、ここで詰めれるか。クラッシュの現在のチャンピオン、今の強さをという板橋。相対するのはどちらかという現在のクラッシュのチャンピオン、すごい眼差しの板橋か。挑戦者は大槻春明、最終第3ラウンドです。板橋選手はダウン取るしかないんですよね、倒すしかもう。もうそれしかありませんね、はい、2度以上のダウン、つまり KO。 そうですね、それしかありません、ね、板橋右で振り払おうという大槻。中村さん、大槻の動きは明らかに変わっていますよね。そうですね、まあ、2ラウンドの終盤もかなり消耗してましたけど、どうですかね、体力的な部分は、うん、結構消耗してますよね。今も下がります、うん、左から右は板橋、ボクシングベースの板橋。いや、何かそうした板橋選手はもうとにかくまとめてまとめて、もうこの繰り返しでしょうね。全てを超えた強さは今持っていると板橋です。伝説的なファイター40歳大槻を倒しきるしかありません。左がクロスする、大槻のパンチの方が中村さん空を切る、その回数が多くなりました。いや、もうこのラウンドは完全に板橋選手ペースでしょう。これはロープを背にしている大槻です。左アッパー、顎も上がる、アッパー入ってますね、捉える、ガードして押してなんとかもう逃げ切りたいっていう感じじゃないですか、大槻選手は。それにしては中村さん、まだ時間がたっぷりありますね、はい、必死の大槻、爆腕はそのエネルギーはまだ残っているか。逆に膝、大槻選手でもしっかりと見てますね、よく見て、うん、その目は決して離しませんね、頭しっかり振って、ちゃんと防御に徹してますね。これまで20人の相手をリングに沈めてきた、 KO してきた大槻春明、うん、それがフラフラ陥落寸前となりながらも耐えています。
与える大月、前のめりになりながら左フック。中村さんすごいですね。そうですね、もう気持ちが折れたら倒れちゃうぐらいの状況じゃないですか。もういや折れそうにありません。大月です。なんとしてももう一度、これはダウンではありません。大丈夫です。もう口を開きながらの大月春明、必死の爆腕、必死ですよね。板橋、大月コールに板橋コール、交錯しています。後楽園ホール、鼻血を滴らせながら大月右を返す、踏ん張れ大月、板橋倒す、どっちだ、時間がない、チャンピオン攻めたい、飛び膝、一塁の望みは右へと大月、戦いは終わりました。9分間、中村さん、あまりにさっきにあふれたその9分でしたね。そうですね、事前に大月選手も板橋選手もさっきあふれる一瞬も見逃せない試合になるって言ってましたけど、もうまさにそれを地で、試合で見せつけましたね、はい、素晴らしいです、大月はもう笑顔すらありました。そして板橋はこちらの表情です。目をつむるような、ちょっと頭を、頭を垂れるような、そんな印象があります。2度のダウンを奪われました板橋。しかしそこからが凄まじかった。さすがチャンピオン。さて判定が下されます。28対26、大月1票。28対26、青大月新チャンピオン、今誕生です。60kg級の王は大月春明、フラッシュでも頂点を極めました。早く僕に挑戦してください。で、僕を倒してください。よろしくお願いします。